こんにちは、こんばんは。ひもて会のイケメンナンバーワン、かっこイケオジ、レイです。てということで、今回ね、また始まりました。で、このね、コロナウイルス騒動、まだね、続いております。東京で200何十人、もう300人近くの感染者がね、1日あたり、出たりということで、ますますね公共機関での移動とか、まあ、公共機関を使ったデートというのはねなるべくね避けた方がいいのかなというふうにね、思います。で、まあ、3密にならなければ大丈夫だというところもありますので、まあ、ここぞとばかりにやはり、ね、そのドライブデートというのね自分は推奨します。たまたまね俺が車を持ってるからだろっていうふうに思う方もいらっしゃるんですが、持ってなくたってレンタカーという手段がありますね。レンタカーがありますから、そういうのを借りて、たまにはそういったデートをねするというのもいいんじゃないかなと、まあ、特にこのね婚活をされている皆さんね、今、これからカップルになって、そして、会うことを重ねていって本交際になっていくにあたってで、やはりねどうしても婚活アプリとかオンライン婚活とかで、どんなに知り合ったとしてもね、その LINE のやり取りをしたとしても、やっぱりね実際に対面で目と目とね、実際に会ってみないと先に進まないわけですね。 で会うのもなかなかその電車を使うっていうのもいいんですけども、やはり人が多いですから、コロナのねこのウイルスにかかる確率っていうのは公共機関の方がね、電車バス、飛行機っていうのはね、まあ高い、確率は高いんで、であればレンタカーで2人の個室の空間で守られた空間で移動できますんで、できればねそういったものも混ぜていった方がいいんじゃないかなというアドバイスのね、動画になります。あくまでも個人的な意見のアドバイスなんで、これをやれというわけではありません。中にはねこの運転の苦手な方とかもいっぱいいらっしゃると思うんで、ただね皆さんでも免許は最低限持ってるわけで、やはりねやらないと慣れないってね、慣れれば誰でもできるというのが誰でも所有できる国家資格っていうねいうのが車の運転免許なわけです。じゃあ車の免許ない方はバイクでね2人でツーリングっていうのをね、まあ事故の確率がありますから、まあ OK っちゃ OK なんだけど、その事故のリスクを考えるんであれば、まあバイクよりもやっぱり車かなというところで、しかもこの夏になってくるとエアコンが絶対必須になってきますんで、やっぱり快適なね空間で音楽を聴きながら、相手の女性がね持ってくる大好きなミュージックを聴きながら守られた空間で移動する。だから電車で行けないところとかも気軽に行けるようになりますん で車で行った場合はまたその行った先で3密になっちゃダメですよ。いろんな美術館とかね動物園っていうのはありますけど、入場制限やってはいますけど、まあまり推奨できないかなというところで、だからトイレと食事の場合だけ降りてっていうね、これはもう降りざるを得ないんで、まさかね便所行くわけにもいいね、便所行かないわけにもいかないんですからね。で携帯用のトイレなんかわざわざ積んでいくなんて言ったらもう速攻で振られますんで、そんなことやったらね、それはまず無理な話になりますんで、逆に言うとレストランなんか行かないで弁当をね持ってきて、お互いに弁当作るでもいいし、それか女性のお弁当をね作ってきてもらう、そしてドライブデートへ行くというのもねまた一つオツなのかなというところで、まあ自分はやってませんけどね、その辺は、まあレストラン利用しちゃってますけれども、レストランを利用するんでも自分の場合は時間帯をずらしていますよと、前の動画を見ていただければ分かるんですけども、3密にならないように、混む時間帯を外して先に入って、だんだん人が入ってきたら逆に出ていくというね、ことをやっておりますんで、まあ、そういった地道なこの努力というものがウイルスにかからない、そして手洗いをする、携帯用のハンドスプレーのアルコールね、ジェルタイプでもスプレータイプでもいいですけども、それを持参してちゃんとね衛生面に気を使う、そしてマスクももちろんマスクちゃんと着用でね
で食べるときは外すとね、これはどこ の, あのレストラン行っても食べるときは外しても OK ですよ、それ以外はつけててくださいよっていう注意書き書いてあるお店もありますんで、まあ、そこのルールにのっとってやっていただくといいんじゃないかなと。ただね、この時期だからじゃあ全く出かけなくていいのかって言ったら、もう婚活は待ってくれないんですよ。1年1年が婚活に対して年齢が1歳上がるごとにどんどん不利になっていくんですね、男女ともに。だからこの時期だからということで甘んじるんではなくて、やはりね、どんどん行くべきです。で婚活パーティーもだんだん厳しくなってくるとは思うんですけども、やはりもっとコロナのねこの騒ぎをまたなんか第2回目の緊急事態宣言になる前に今カップリングになっておこうという男女が多分意識が高まってるはずなんで、そしてこの先のコロナ不況というのを待ち構えています。一人で過ごすよりも二人で力を合わせて経済的に何とかしていこうという考えの方もね増えてますんで、そこはぜひねピンチをチャンスに変えていただいて、まあ、ピンチをチャンスと捉えて前向きにね いい風に考えて、ちょっとこの、まあ、婚活とかがやった方が得じゃないかなと。こういうピンチな時こそ起点を利かして相手の女性にも配慮しながら会っていくという形をやっていくといいと思います。でレンタカーも運転苦手な方ちょっと下手かなっていう人もぶつけても全額弁償しろなんていうシステムありませんので、ぶつけるぐらいでしたら多分ね1万円の免責1万円払えば何でも問題なくなりますので、多分ね相場が変わってるかもしれないんで、自分がレンタカーを昔借りた時は傷つけたとかね、自走できる故障に関して事故に関しては1万円払えば免責で1万円払えば全然 OK だったんですよ。それ以上請求されないと。そして自走できない車であれば、まあ、3万から5万っていうところで、確か3万だったかな。だからじゃあ1万円ぶつける、1万円でね、払うんだったら、自走できないぐらいぶつけて5万円で、5万円ですかね、3万円で、返しちゃった方がいいんじゃねえかっていうね、方もいましたけれども、まあ、それは冗談でさておいて、そういったシステムがありますんで、安心してチャレンジして、そして運転うまくなって、またね、次もドライブデート行きたいわっていうふうに女性からのね、リクエストがもらえるようになればね、OK じゃないかなというふうには思ったりしますね。まあ俺の方は常に毎日ね、通勤で車の運転とかをやっておりますんで、で、まあ、運転歴も実際もう20年ぐらいになりますかね。ちょっと免許取ったのが遅かったんで、もうちょっとあるか、20何年あるか、27年ぐらいになるのかな、免許取ってね。まあ、だけどね、過信することなく、特に相手をね乗せてる時、女性を乗せてる時は本当にブレーキングポイントも注意してね、そっとね止まれるようにして、あとはなるべく無茶なスピードではいかない、法定速度とね、あと周りの流れ、ね、合わせないと、いろいろと運転っていうのはリスクもありまして、運転のし具合とかそのマナーっていうのを見られて逆に嫌われてしまう場合もあったりしますので、そこはもう普通にきちんとね丁寧に運転をすれば全く問題ないんじゃないかな。そして、ドライブ中の無言を楽しめる相手というのがやっぱりその、ね、無言の時間を共有しても苦しくない、気を使わないという相手が結構この気が合うタイプ、フィーリングが合うという部分でのまたそこもリトマス試験紙みたいな形になるのかなというふうに、ね、思いますね。いろんな部分で、試されるということで、まあ、今までの流れを変える意味でもそういったね普段やってないことをぜひねそのデートプランに加えていただいて、一日でも早く本交際目指して頑張っていただけたらなというふうに思います。で今ね婚活サミットを参加されているメンバーの方もね1名一生懸命精力的に動いておりますんで、ぜひねまあ、なんか余計なお世話かもしれないですけどサポートがなんかねできればいいかなと。ただその先は、ね、本交際から先のサポートはできません。自分も全然経験ありませんので、成功へ、行くのは、まあ、あとは本人次第という形になります。自分の自身も今成功に向けて、頑張っていっているというところでございます。まあ試しにドライブデートいいですよというね、おすすめですよというふうなこのね動画になります。それでは皆さんごきげんよう。
じゃあね。